手旗、手旗、手旗。手記とは手に持って使用する形式の旗。主字の手旗色や手旗形状ごとに単一の意味を定めて表示する方式のかに左右の手に異なる色の手畑を持って振り方や姿勢の組み合わせによって多数の合図意味や文字や数字を表示る方式などがある。海上保安庁や自衛隊の幹線上の有志会、通信。 交通誘導を行う警備員、鉄道において、列車や車両の乗務員へ手信号や合図を現示する職員、スポーツや公営競技の発送係員、競争審判員など用いている。道路交通誘導の警備員や船舶関係者は赤と白を、鉄道業務では赤、白、緑の旗を用いている。その他、マラソンや駅伝などのスポーツの応援の際にも用いられる。 携帯用無線機が普及する以前は、測量業務やクレーン運転合図にも多用されていて、資格試験にも手旗を用いた合図法が出題されたりもしたが、現在は、至近距離で、素手合図を、素手合図を視認できない距離では携帯用無線機が用いられており、手旗を用いた合図は用いられていない。日本の船舶関係者は、紅白の旗を持ち、 日本船舶信号法に定められた継承を用いて、文字などの通信を行う。別名フライ機。鉄道の場合、通常、駅のプラットホームで列車の進入監視業務や、出発監視業務を行うときは赤旗を持ち、列車が進入する場合や、列車が出発する際に、駅のプラットホームなどに何らかの常がある場合、持っている手旗を振って列車に対して、 いつでも非常停止合図を原示できるようにするためである。列車及び車両に対して手信号を原示する場合や、入れ替え、連結、開放誘導合図を行う場合は、赤旗と緑基を用いる。旗の形状もいろいろあり、通常は取っ手のついている旗が主流だが、南海電鉄では取っ手のついていない赤旗、緑旗が用いられている。旗の色だけでなく持ち方も決められており、 旗を広げた状態で合図を現示する場合と旗の下の端一辺を握り棒と一緒に握って旗を広げずに合図を現示する、いわゆる旗を絞った状態で合図を現示する場合があって、持ち方で合図の意味が変わる。国土交通省令、鉄道運転規則では、臨時主信号の助行信号で、赤手器と緑手旗を絞って頭上で刺させる。 現時方式や入れ替え合図の金賞の移動を指示する合図で絞った石種器を高く掲げてその下で緑手旗を振る現時方式が定められている。駅職員が赤旗を軸棒に巻き丸めるのではなく、赤旗を絞って傾向するのは何らかの異常があった場合に即座に旗を広げて停止合図を現時できるように備えるためである。また、 阪神電鉄や神戸高速鉄道などでは、駅員が所持する旗は、赤旗ではなく、白旗が使われており、近畿日本鉄道では特に増解決の際に、赤、白、緑、計算色の旗を持つ。また、補線の現場においては、列車運行中の合間に作業する場合が、とても多いため、列車見張り員、列車監視員に、作業員退避完了合図や、 作業場所の移動発生時に列車乗務員へ線路支障を示するための旗を持たせる鉄道会社が一般的だが持たせる旗の色や合図の出し方が鉄道会社によって大きく異なる JR 東海においては旗ではなく長い当地上の合図等を列車見張り員列車監視員に昼夜問わず持たせており必要に応じて当地を点灯させて 緊急停止などの合図を送るが、退避完了時は、斜め45度に当地を無糖化状態で掲げる、ことによって、退避完了号となる。なお、駅業務、運転業務、保線業務などの分野を問わず、夜間やトンネル内や地下では、手旗の死人が困難なことから、電光式の合図等が使われる。モータースポーツでは競技中の参加者に対し、様々な図柄の旗を用いて、 状況を伝達している。観客も予備知識があれば状況を把握できる。日没後や公天時に限らず、通常でも色投式信号機と併用される場合があるが、投数や点灯方法、点灯、点滅の制限から信号機で伝えられる情報は、レース機の種類よりも少ない。公営競技については、それぞれ競技規則で使用する旗の色が定められている。 競馬では発走の際、競走馬のゲートインの合図として赤旗が使用される。また、中央競馬では馬がゲート内で暴れて危険であるなどの理由により、外側のゲートに入れての外枠発走を指示する場合には木旗が用いられる。さらに、発走地点より少し前の位置の馬場内にも木旗を持つ係員がおり、馬が目の前を通過した時点で旗を振り下ろしている。 オートレースでは1989年4月に発送合図機、オードが導入される以前は競争のスタート合図に黄色と白色の手畑を用いていた。現在では一部の模擬レースなどを例外とすればほとんど見られないが、発送合図機及びこれに連動しているシステムに不具合が発生した場合には、現在でも代替手段として手畑発送方式が用いられる。また、 競輪、オートレースなどで、それぞれの競技規則に従って、走路内の安全確認、レース終了後の審判の判定表示など、出端が用いられるものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。